日本芸能界の新生ナンバー・アイとスノーマンが牽引するバカ売れ経済効果バトル。11月20日、元キングプリンスへの平野市二26、神宮寺裕太26、岸裕太28の3人が結成したナンバー・アイが、イブ・サンローランの香水、リーブラにタイアップすることが発表され、一大センセーションを巻き起こしました。 同グループが牽引するリーブラの人気により、表参道ヒルズでは長蛇の列ができ、購買意欲を刺激するバカ売れ経済効果バトルが繰り広げられています。ナンバー I のリーブラポップアップストアの大盛況11月20日から26日まで。 表参道ヒルズ 1F のメインエントランスにて、ナンバー・アイ・トリーブライのコラボを記念したポップアップストア YSL リーブラスタンドが期間限定オープン。しかし、開店前から4時間待ちの列ができ、150メートル近く物行列ができるなど、驚異的な盛況ぶりが報告されています。 一部では映像の流れが滞るなどのトラブルも発生しましたが、その中でもナンバー I のファンがストアに殺到したことは明白です。リーブラへの売り上げとファンの熱狂ナンバー I が紹介したリーブラへの製品は公式通販サイトで爆発的な人気を誇り、初日わずか5時間で一部商品が完売状態となりました。 特に、ファンの間で注目を集めているのはリーブラへの容器に刻印できるサービス。ポップアップストアでは最大8文字まで刻め、ファンは自らのイニシャルやナンバー、アイ、関連の言葉を入れて商品を購入しています。物価の上昇が懸念される中、リーブラ派ナンバー、アイ、関連アイテムとして大ヒットし、その経済効果は驚異的と言えるでしょう。 スノーマンへの功績と藤屋の過去最高益一方で、ジャニーズ事務所を離れたスノーマンをも注目すべき成功を収めています。メグロレさん26の人気が急上昇し、藤屋のクリスマスケーキ予約特典が早期終了するなど、スノーマンの存在感が顕著になっています。ジ屋はスノーマンを CM に起用し続け、 その功績が絶大なものとなり、過去最高益を達成する見込みです。ファンからの感謝の気持ちも影響していることでしょう。ナンバー・アイ・トス・ノウマン、日本芸能界の2トップグループ誕生かジャニーズ事務所の問題にもかかわらず、ナンバー・アイ・トス・ノウマンは日本芸能界で注目すべき存在となっています。どちらも異なる分野での成功を収め、 経済効果においても顕著な影響を与えています。ナンバー・アイは今後のデビューに向けて注目が集まり、スノーマンは持ち前の人気をさらに高めています。両者の成功は日本における後継気の要押となりつつあります。ナンバー・アイとスノーマンが牽引するバカ売れ経済効果バトルが日本芸能界に新たな風を巻き起こしています。 リーブラへの成功や藤屋の過去最高益など、彼らの活躍が経済にもプラスの影響を与えていることは疑いようがありません。今後の彼らの動向がますます注目される中、日本芸能界にとって明るい未来が訪れることを期待しています。